でも私は子どもたちにみんな空手を好きでやっていてほしいので、厳しい練習の中にも楽しさを入れて、ずっとその空手が好きでいてやってほしいっていうことを一番心がけてます。オリンピックに、決まるっていう段階で、その高校生よりも今の小学生、小学5年生、6年生の子が帝京中学校から、入部したいっていう子が希望の方が増えています。ルールが皆さんまだ知らないので、その空手こういう白い道着を着て、黒帯をして、なんかこう突きや蹴りをしてという認知はすごい広まってるんですけど、まだまだやはりその辺はすごく変わったっていうのは、まだこれからその世間の人にはこれからではないかなとは思っています。小学1年生の時に県大会があって、でその県大会で優勝することができて、でそこからもう勝つ喜びを知ったらもうやめられなくなって、もう日本一っていうことが目標になって、もうずっと今までその日本一を目標に頑張ってます。また21とかにオリンピックがあるので、ぜひ出たいなとは思っています。普段は試合の時に勝つことはもちろんなんですけど、自分の動きが十分に発揮できるようにっていうのを意識して練習しています。オリンピックっていうのがあって、今もオリンピックやってるので、やっぱそういう選手見ててすごいなって思うので、自分もそういうところで活躍できるように今のうちからやっぱ頑張っていこうって思います。草加修二先生、中村。東京2020オリンピックに空手が入ったことによって、国民の皆さんは金メダルを期待するでしょうから、それはとっても私ども決まったことは嬉しいことですけども、反面ものすごいプレッシャーであります。でもこれはやはり克服して皆さんの希望、期待に応えたいと思います。よく学校で体育座りっていうのをやるんですけども、武道では体育座り、海外の選手は、日本の、カテゴリーとしては型と組手がありますから、型については一歩譲ったとしても組手は譲らないよというぐらいの自負心を各国が持っていると思います。強敵です。8 9、テクニックだけを身につける、相手を倒す、強くなるというだけでなくて、やはり、武士道精神、いわゆる武道精神にのっとったその礼の仕方、行動の仕方があります。それから禅というその外国人がとてもその何て言いますか、興味を持つあるいは尊敬している行動様式、考え方、これが武道には備わって、もちろん空手にも備わってますので、その魅力もあると私は思います。 We were selected as shortlisted 3 times in a row but failed. So how we can be an Olympic sport is a very very difficult question for us, but at last we could overcome
and we could show how karate is a good sport and born in Japan but spread all over the world. It's a universal sport.